ットマークアリオ FF14 さんのツイート。コンビニに来て、長蛇の列にイライラしないでください。みんな被災者です。レジが遅いと怒らないでください。電気が通ってないから全部電卓手作業なんです。対応が悪いと言わないでください。いつ大きい揺れが来るかわからなくて怖い人もいます。家を投げ出してレジに立ってるって忘れないでほしい。では、どうぞ。2018年9月6日に北海道胆振地方を震源として発生した平成30年北海道胆振東部地震。この地震の影響で道内の多くの鉄道が運休し、広い地域で停電が発生しました。コンビニで働くアリオ@アリオ FF14 さんも被災者の一人。自宅は停電し、余震の不安があるにもかかわらず、食料品や日用品を求める人のために出勤しました。アリオさんが撮影した地震発生直後の店内の様子です。床にある赤い水たまりはすべて割れてしまったワイン。この荒れ果てた状態から客を入り店させることができるまでにも相当の労力がかかったことでしょう。開店するとやってきた客で、レジは長蛇の列になったといいます。有尾さんはコンビニ店員の思いをこのようにツイートしました。レジが遅いと怒らないでください。停電しているから電卓を使った手作業なんです。家を投げ出してレジに立ってるって忘れないでほしい。コンビニの店員もまた自分たちと同じ被災者であるということが頭から抜け落ちてしまっている人が多いというのです。店員に優しくしろと言っているわけではないと補足する有尾さん。店を開いても追加の商品がどんどん入ってくるわけではありません。店にあるものを提供することしかできない状況なのです。それでも何とか品物を提供したいとあり、おさんは店に立っています。もし自分が買う側の立場だったら、コンビニが開いているということがどんなにか心強いか有尾さんは分かっているのでしょう。有尾さんに対し多くの人がねぎらいのコメントを寄せました。あなたがレジに立ってくれたことで多くの人が救われました。本当にありがとうございます。私も過去の地震で電卓で対応したことがあります。もうしばらく頑張ってください。地震の不安をどこかで吐き出したくなる人がいるのでしょう。感謝している人はそれ以上にたくさんいますよ。ツイートを見て涙が出ました。本当にお疲れ様です。文句を言う人の分、私がお礼を言いたい。自分も被災者でありながら、人々の生活のために頑張っている人は他にも多くいます。例えばライフラインの復旧作業を行っている人も多くが現地の被災者でしょう。有尾さんのお互い様だってことを忘れていただかなければ、それだけで嬉しいという言葉にはただひたすら頭が下がる思いです。不自由をしている被災地の人々が一日でも早く穏やかな日々を取り戻せることを願います。